よし。カヤのショコラという曲を、定点カメラで撮ってみたんですけども、皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。初めてこういうのをねフルでやったのは初めてかもしれないですね。カヤがですね、15周年ということで、何かできないかなということで、勝手に踊ってみてやってみました。かや記念すべきメジャーデビューシングルのショコラということで、私も、結構気合が入りながら、作った記憶がありますね。当時多分ねちょっとPerfumeとか多分そういうのが流行り始めてて、なんかこうこういうなんかこういうのとかもなんか多分そういう多分時代の流れを取って流行り的なのも取って、自分らしさっていうのと曲の雰囲気とかに合わせて、振り付けをした記憶がありますね。なんか自分的には結構変わった
変わったというか変わった形になったような気がしますね。変わった形っていうか、なんかどっちかから激しいやつとか、パキパキ踊ったりとかする方の振り付けの方が多かったんですけども、今回は結構なんかある意味コミカルな動きが入ってて、サビはね皆さんで真似しましょうみたいな感じのコンセプトにもなってましたけど、まあ、皆さん踊っていただいてて本当にありがたいなと思ってます。もう15周年ということで、まあ103年、ね、本当にカヤがソロになってから15年経つっていうのがなんかすごく不思議な感じですけれども、なんかまあ全振り付けがある全作品がユイの振り付けっていうのがなんか自分的にはもう本当に誇らしいことでもあるし、本当にカヤに出会えたことでですね、自分の振り付けの自信というか、振り付け師って自分で言っていいんだろうかって迷ってた時期とかもありましたけども、振り付け師として、一歩進めるアーティストさんだった気がしますね。そしてこのショコラというものは結構大切な作品で、大事に振り付けして、こんな感じになったらいいんじゃないかな、こうやったらカヤが可愛くこれぐらいだったらできるんじゃないかなとかさ、なんかいろんなことを考えながら作った思い出深い曲です。ぜひぜひ、皆さん、長く長くこの曲を聴いていただいて、そして、ミュージックビデオもねありますので、ぜひぜひそちらも見ていただいて、ショコラという作品をずっとずっと愛していただければ幸いだと思います。で、私が言うのもなんですけれどもぜひぜひ、そして、こちらのビデオも、なんかね、まあ、記念的な感じで撮ろうかなみたいな感じで、撮ったんですけども、ちょっと本当にもう何テイクやったかわからないぐらい間違えて昨日撮ったばっかりなのにすごい間違えて15周年という節目で、何か記念に残るようなことをしたかったので、こちらのショコラという曲を、一人で踊ってみました。ぜひぜひ、こちらも楽しんで何回も何回も見てください。よろしくお願いします。それでは皆さん、さよならバイバイ。